からおよそ1000年前、南米ペルーの山中で栄えたインカ帝国のミイラが東大アンデス調査団によって解剖されました。ミイラを幾重にも包んだ神秘の布は美しいインカ模様の織物です。解体が進むにつれて一緒に埋葬したものと思われる別の人骨が出てきました。最後に顔を覆ったベールが取り除かれると、千年前の姿そのままに縦膝で座ったミイラが現れました。ほぼ40歳以上の男と推定されましたが、このように完全な姿で取り出せたことは学術的にも貴重なことと言われています。